はい、では今日は子どもプログラミング道場のお話をしたいと思います。今日お話ししたいことはこちらになります。プログラミング道場ってどういうものっていうところと、で実際やってみて困ったことを、どう回避してみたかっていう話を紹介して、最後、興味のある方へメッセージをお伝えしたいと思います。はい、最初プログラミング道場とはというところなんですけど、子ども向け道場でいうと、コーダー道場というコミュニティが非常に有名です。で特徴を赤字にしてますが、1個無償で無料であるっていうところと、で世界中で、今100カ国ぐらいですかねに展開されているコミュニティです。で日本でも今150ぐらいの道場が運営されています。で最後ですね、主なプログラミングの言語、子ども向きというところで、スクラッチっていうものが使われています。で、こちらがイメージの画面なんですけど、プログラミングっていうと、黒画面でガリガリコードを打ってっていう感じがしますが、子ども向けということで、命令を書いたこのブロックをガチャガチャ組み立てて、キャラクターを動かしたりとかいうところが簡単にできるようになってます。はい、で地元でですね、実際に今、40回ちょっとを運営してやってるんですけど、これぐらいやってるといろんな困ったこと、予期せぬ困ったことに遭遇しちゃうので、ちょっとその紹介をしていきたいと思います。はい、まず1個目ですね、低学年の子とかはそうなんですけど、座標まだ習ってないんですね。なので、キャラクターを動かすときに、どの位置に動かすみたいなのをコードで、部品で作らないといけないんですけど、この概念がないのでどうしたもんかなというところなんですけど、どう伝えてるかというと、画面に、住所があって、その住所の数字を打って動かしていくんやでっていうような伝え方をして回避したりしてます。で2番目ですね、困った2番目が、ローマ字をまだ習ってないとか、習ったけど、覚えきれてるわけでもないので、打てませんというのがありますね。でこちらなんですけど、はい、これ見たことある方いらっしゃると思いますけど、変換表っていうのが世の中にあるので、これを低学年の子には、印刷したものを配って、これ見ながらちょっと頑張って打ってもらったりしてます。で3つ目ですね、半角全角っていう概念ももちろん分かんないですね。で、これ伝え方がすげえ難しいんですけど、どうごまかしてるかというと、パソコンには2種類の文字があるんですわと。で、だいたいプログラミングするときは細い方で書いといたらいいよっていう、適当なごまかし方をして回避したりしてます。はい、で最後ですね、これ困るんですけど、繊細なお年頃の小学校高学年の女子ですね、何作りたいかな今日はとか、困ってることあるみたいなのを、自然にエスコートしたいわけですけど、なかなかこうはいかないですよね。うまく返事が返ってこなかったりとか、多分今日イメージはこんな感じで接してたりします。僕のスペック問題でもあるんですけど、でこれちょっと回避しようがなくてですね、仕方なくスタッフで来てるお母さんメンターさんにちょっと今日入ってくださいみたいな話をして、ペアになってもらったりして回避しています。はい、なので、多分もっといけてるやり方あると思うので、ちょっと後であれば教えてください。で最後にですね、興味のある方へということで、2個書いてます。はい、子どもプログラミングが教育でも取り込まれていったりとか、いろんなテレビで放映されたりとかあって結構流行ってるんですけど、無理やり連れてきてやらせるんじゃなくて、子どもが興味あればサッカーとかバスケットみたいなノリで、触れさせるぐらいでまずはいいんじゃないかなと思ってます。で、あとそうですね、ご自身もですし、お子さんにちょっと体験させてみたいということになれば、近くに絶対道場あるんで、覗いてみてはいかがでしょうかということで、終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。